はい、皆さんこんにちは、こんばんは、マリモです。今日はデッドバイデイライトサバイバー側でプレイしていきたいと思います。で、今回装備にですね、工具箱と真新しいパーツの方を付けさせていただきました。名前出していいかとか聞いてないのでとりあえず伏せますが、まあ、以前自分が師匠と思ってる方が、動画の方で実際にやってたので、自分の方もちょっと挑戦しようかなと思って、まあ、師匠と一緒にやらせていただいた時に一緒につけさせてもらって成功したんですが、今回動画として上げていくにはどうだろうなということで改めてやってみたいと思います。とにかく発電機一つさっさとつける形で使いたいんですが、まあ、他のパークがですね、いつも通り絆、まずは味方近くにかとか見れるためにしといて、それと凍りつく背筋をつけてみてます。レスキューチェックの成功範囲は減ってしまうようですが、まあそれはいつだ、凍りつく背筋が発動中、まあ、とにかく常にってわけじゃないと思うので、まあ、キラーがね、最近信用のしないキラーが増えているので、これをつけていきたいと思います。それから自分が助けてもらえるようにっていうね、釣られること前提になっちゃうんですけど、血族というパークをつけておりまして、まあ、釣られたら他の人たちがお互いにオーラを見ることができる可能性がありますよというのと、それから自己治療ができるセルフケアでいきたいと思います。ではマッチング開始いたしましょう。はい、じゃあマザードゥエリングレッドフォレストという場所で今回の勝負ですね。ここかーといってあんまりちゃんと分かってないんですが、高台があるとこかなだとすると、ですね、まあ新しいパーツで一気に回したいんですが、やばい、早速、あ、これ俺んとこ来てるかな、もしかしたら、あ、セーフだ、危ない危ない、フレディか、姿見えないな。いや、これはなおさらこの中とかこの2階かなに確かあったと思うので、それを回しちゃいたいですね。確かこの上にあったよね、どっちだっけ。いや、姿が見えるとこだしな、さっさと回しちゃいたいですね、ここ。よいしょ。おっ、危ねえ。さあ、スキューチェックの連続。グレート。ああ、危ない。グレート。グレート。グレ、あ、グッドか。嘘。グレート。グレ、あ、グッドか。グレート。グレ、あ、これもグッドだ。グレート。グレート、はい、一気に回しました。まあ、ここで、発電機は一個壊れ、発電機じゃないや。航空枠はもう壊れちゃうんですけど、まあ、これだけ早く回せるのは、よかったよと。さあ、問題は他の発電機どうだろうな。悪夢に入ってるのは一人いるから多分追っかけられてるな、きっと。というわけで、この人と一緒に回しちゃいたい。まあ、今回はリーダーとかが何にもついてないので、修理速度は加速はしないんだけど、フレディだからね、多分悪夢に追っかけの人を追っかけてると思うんですけどね。怖いなこれは。んどこだ、近くではない。一応絆はねつけてますんでね、どこか近くにいれば姿は見えるんでね。さあどうだろう、とりあえずこれ1個はまたつけられそうですね。チェイス頑張ってくれてみたいだな。さあ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 、つくぞつくぞ。よし、残り2つ。さて、ここにトーテムあるから破壊していきましょう。まあね、トーテム今何にもついてないから別にいらないっちゃいらないんですけどね。もしかしたら後で何かついちゃうかもしれないしね。最近いろんな人がやっぱり動画やってらっしゃるので、自分みたいに参考にしてやれる方も多いんじゃないかなと。そうするとトーテムがある時に使える何かを使ってる可能性ありますからね。ちょっとこっち来ると祈ってわざとここに隠れています。あ、でもどうなんだろう、これって入ってたら悪夢に引き詰め込まれたりするのかな。多分ね、あそこの木陰に隠れてる人が悪夢に入れられて追っかけられるんじゃないかなと思ったんだけど、どうだろ
誰が発見されるか。一人は多分奥の方で、あれは修理作業してんのかな。さあ一応、あーでも歌声聞こえるな。いやー自分はこっから出るのがどうだろう。言ってくれた、よし。OK、 とりあえず救助確認。そしたらこっちは治療をするつもりで近くに寄っとこうかな。どこまで行くかな。ちょっとね、こっちの、お、あ、奥隠れよ、隠れよ、危ないよ、ここ。あ、やばい、これは俺発見されてるかな。あっちが追っかけられた、俺が追っかけられた、どっちだ。あ、やばい、これ、これはまずいね。さあ爆発してお願い、爆発してくれれば。あー爆発して、爆発して、よし、 OK、 悪夢から目覚まして救助に入れるようにする。いやーやばいな、また上に持ってかれちゃったか。上じゃもう助け合い自信しないないよ。しかもキャーって叫び声くらったらケバブしとってされてるかな。どうしよう、近くにそもそも発電機見当たんないんだけど。これはあ、あった、味方がどうも走っていってるけど。てかこれさっき俺が爆発させたやつか、あれかな、追っかけられてるっぽいな。よし、救助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 、どこだ、登るとこ。あったあったあった、お待たせー、あれお待たせボタン今離しちゃったよ。さあここで助けよう。でここで治ったと同時に2人で一気に治してっちゃいたいな。おっと危ない危ない、見てなかった。さあよし、 OK、 さあ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 と直してゲート開けられるようにしちゃおう。お、一人なんか追っかけられた人が悪夢から覚めたから何かしらの手段助かったようですね。まあでも発電機なのかな、なんだっけ、目を覚ますためには味方に起こしてもらうか、発電機を爆発に起こすか、それか釣られるかだったっけ。なんかもう一つありましたっけね。他になければ間違いなく発電機なんでしょうね。多分味方に起こしてもらったらそこに多分来てて、そのまま二人ともまたナイトメアにね引きずり込まれちゃうと思うんで。さあさあさあ行きましょう行きましょう。ゲートオープン。でもゲートオープンしてんところにとりあえず来そうだからな、少し様子見た方がいいのかな。いや味方もいるし、これは俺が開けてあげよう。こっちにとりあえず来てないのかな。いやとりあえずね、もう自分はねこれ開けてた瞬間にもうゲームに引きずり込まれるようだったらもう容赦なく脱出させていただきましょう。さ、来なかったかちょっと様子見に行こうかな。ゲート確か向こうの方角でしたね。だからこの人、この人で強気だな。開いてない、開いてない、あははは、やべ、うん、一発でやれた今、もしかしてノーワン？いや、これ、ごめん、一人逃げてるし、もう無理だわ。
さあ、こっち来ましたね。いや、味方いないから起こしてもらえないしな。発電機もないし。起こしてー。起こしてー。起こしてさあ、どうしましょう。起こしてもらわないけど。あ、ダメだね。助けてる余裕ないね、これ。きっと。あ、ダメだね。ごめん、味方。近くに、あれあることに乗ってるハッチ。さあ、まあ、一応自分の動きとしては成功なのかな？どうなんでしょう。ランク進行度は上がりましたが、まあ、新しいパーツがね、成功したので、今回の試みとしては大成功だったと思います。あれ、なんかランク15になってんだけど。俺まだ16よ。とりあえず、味方の、もう一人だ。はい、ごめんなさい。ほんとごめんなさい。そうだよね、そりゃ。はい、というわけで、とりあえず、自分は無事脱出、まあ他二人脱出者いますが、まあ一人だけ、ごめんなさいと。はい、じゃあ、抜けましょう。はい、というわけで、今回の動画はこんな形になりました。ね、今回はでも、ほんと良かった。自分が使った真新しいパーツが大成功でした。まあ、チェイスっぽいのが本当にできないの、時間稼ぎができないのが自分の今の弱みなんでしょうかね。まあ、味方の最後の救助の方も自分一人じゃさすがに無理かなと思って脱出しちゃいました。はい、また練習して頑張っていきたいと思います。というわけで、今回の動画はこれにて以上となります。皆様最後までご視聴ありがとうございました。もし詳しい方いらっしゃったら何かアドバイスいただけたら嬉しいです。またそうでない方も何かコメント残していただけると大変喜びますので、よろしければお願いいたします。では楽しかったらまた見に来てください。では、バイバイ。